ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は NASA も隠したがる宇宙のミステリー5000を紹介するぜ。この宇宙にはたくさんの謎が潜んでいる。宇宙の広さだけ謎とミステリーが存在すると言っても過言ではないぜ。それだととんでもない数の謎とミステリーがあることになっちゃうけど大丈夫かしら。ああ、とんでもない数の謎とミステリーがあるんだぜ。今日はその中でも火星や木星、エイリアンに関するミステリーをいくつか紹介しよう。それでは今日もゆっくりしていってね。NASA も隠したがる宇宙のミステリー一つ目は、エウロパ内部海に潜む高度異星人文明だ。木星の第二衛星であるエウロパ。エウロパの地下には内部海と呼ばれる、多量の水を含んだ場所が存在するという。深さは 70km から 100km。私たちがよく知る海に似てるけど、地球みたいに星の表面にあるわけじゃないの？エウロパの表面は氷に覆われているぜ。その氷の下の空間に広がっている海、というイメージだ。ふむふむ。もしもその存在が確定すれば、太陽系でも最大規模の海となるぜ。地球の海よりも規模が大きい海なんて、想像もつかないわ。そしてこのエウロパの内部海には、UFO 基地が存在している可能性があるという。UFO 基地。エウロパの地下の海に魚とか生き物がいるかも。って話じゃなくて、UFO の話なの？もちろん魚などの生命の存在についても調査が進められている。しかし今回の主役は UFO だ。エウロパで UFO が目撃されたとか？ご名答だぜ。NASA には、エウロパに UFO のような謎の物体が飛ぶ様子を撮影した画像が存在するのだとか。どんな画像なのか見てみないと、何とも言えないわね。残念ながら画像は非公開のため、問題の UFO を私たちが確認する術はないぜ。じゃあ、ただの噂話ってこと？いやいや、もちろん根拠はこれだけじゃない。エウロパの表面は氷に覆われていて、内部には海のようにたくさんの水分があるかもしれないという話をした。聞いたわ。そして星の内部の圧力によって、表面の氷の隙間から内部海の水分が吹き出しているのだとか、いわゆる間欠泉のような状態だ。そしてなんと、とある2機の UFO がその間欠泉に入っていった。という噂があるんだぜ。これも噂話じゃないの。もしも真実であれば、UFO がエウロパの内部に消えていったことになる。エウロパの内部海に UFO 基地のようなものがあるのは間違いないな。間欠泉や UFO の存在が本当ならね。霊夢が全く信じてくれなくて悲しいんだぜ。だって、なんだか現実味がないんだもの。地球の近くにある火星や月ならイメージもできるけど、そもそも木星の衛星って馴染みがないし。エウロパには人類の移住計画が存在すると言ってもか？そうなの？馴染みがないのに、人類の移住の候補地になるってどういうこと？やはりなんと言っても内部海の存在だ。水があるということは、生物にとって有利な環境だからな。しかし残念ながら木星とはあまりに距離があるため、人類の移住計画どころか、調査のための探査機を飛ばすこともなかなか難しいという状況だ。確かに月探査機や火星探査機はよく聞くけど、木星探査機ってあまり馴染みがないかも。そんなに距離が離れているのね。ああ、地球とはだいたい6億3000万キロメートルほどの距離がある。太陽の方が断然近いぜ。感覚がおかしくなってきた。さてそんなエウロパだが、NASA の探査機エウロパクリッパーによる調査が予定されている。さすが NASA。6億キロメートルも離れた木星まで網羅しているのね。カメラや分光機、レーダーなど多くの最新機器を搭載したエウロパクリッパーは、木星の上空を周回しながら、エウロパに40回から50回ほど接近。上空からの観測でエウロパ全体を調査できるという。特にエウロパの内部海の調査は、エウロパクリッパーに課せられた重要なミッションの一つだぜ。エウロパクリッパーはエウロパでどんなことを調査するの？調査内容は多岐にわたる。その中でも注目したいのは、エウロパに生命が存在する可能性の調査だ。エウロパクリッパーは2024年に打ち上げ予定だぜ。エウロパクリッパーが、内部海に潜む UFO 基地や異星人を見つけてしまうかもしれないわね。NASA も隠したがる宇宙のミステリー二つ目は、火星文明のメガ津波だ。火星は地球と同じ太陽系の惑星、地球からの距離は約7600万キロメートルに位置している。地球のお隣さんとしておなじみの惑星だわ。でも確か火星には、水なんてないんじゃなかったかしら？水がない場所に津波は起こらないと思うけど。40億年以上前の火星には、水が存在していたと言われているぜ。その頃の火星は大気も厚く、地表には川が流れていたとか、植物が存在した可能性もゼロではないぜ。そうだったんだ。しかし霊夢の言う通り、現在の火星の表面には水は存在していない。二酸化炭素を主成分とした大気は薄く、大気圧は地球の1000分の6ほどだ。一体火星に何が起こったのかしら？舞台は34億年前に遡る。火星に小惑星が追突し、メガ津波が起こったのだという。小惑星が衝突して津波が、
その手がかりとなるのが、火星の表面に残った巨大なクレーターボールだ。あ、証拠のクレーターが残っているのね。火星に小惑星が衝突したことは間違いなさそうだわ。と言っても宇宙に存在する惑星である火星に、小惑星が衝突することは珍しいことではない。地球だって過去に巨大な小惑星に衝突されたことがある。クレーターがあるだけでは、メガ津波が起こった証拠にはならないのね。それじゃどうして火星にメガ津波が起こったと言われているの？そのヒントとなるのは NASA の火星探査機、マーズリコネッサンスオービターが撮影した画像だ。クレーターの近くに、NASA の探査機であるバイキング1号が昔着陸した渓谷があった。その渓谷に古代の洪水由来の謎の堆積物があるのを発見した。その堆積物こそ、火星で起こったメガ津波によってできたものと推測されたぜ。火星で洪水が起きたのね。それが津波だった可能性もゼロじゃなくなってきたわ。ところでメガ津波って言うけど、一体どんな津波なの？クレーターの跡などから、火星に直径 3km の小惑星が衝突したことが予想された。そしておそらく衝突地点には海があった。小惑星の衝突の勢いで津波が起こったというわけね。メガというくらいだから、すごい規模の津波だったに違いないわ。どれほどの津波が起こったのかは、マーズリコネッサンスオービターが撮影した画像からはわからなかった。そこで小惑星の衝突によって、どのくらいの津波が起こるのかシミュレーションが行われたぜ。一つは直径 9km の小惑星が勢いよく衝突し、TNT 換算で1300万メガトンの爆発を起こすパターン。もう一つは、直径 3km の小惑星がゆっくり衝突し、50万メガトンの爆発を起こすパターンだ。するとどちらのパターンでも直径 100km を超えるクレーターが形成されると予想された。できたクレーターの大きさも、今回のクレーターとよく似ているわ。そしてこのシミュレーションによって、発生した津波の高さも判明。1500km という広範囲に、高さ250メートルの高波が襲うこともシミュレーションされたぜ。に、250メートルの高波。まさにメガ津波だわ。もしも過去の火星に水や緑で溢れる、地球と似たような文明が存在したと仮定しよう。そしてこのメガ津波に遭遇した。1500km の範囲に250メートルの高さの津波が襲ったら、壊滅不可避だわ。メガ津波は、火星の文明が滅んだ大きな要因になったかもしれないぜ。なんだか地球も他人事に思えない話だったわ。NASA も隠したがる宇宙のミステリー三つ目は、小惑星リュウグウに UFO が墜落していた？という話。小惑星リュウグウとは、地球と火星の間に位置する小惑星だ。星の大きさは直径870メートルほど。JAXA の小惑星探査機ハヤブサ2が、サンプルの採取に成功したことでも有名だ。一時期、よくテレビで取り上げられていたのを見たわ。ハヤブサ2が採取したサンプルのおかげで、小惑星リュウグウにはアミノ酸などの有機物や水が存在したことが確認された。さらに、DNA と同じく生命の遺伝情報に関係する RNA のパーツの一つである、ウラシルが発見されているぜ。これでもかと言わんばかりに、小惑星に生き物の存在を匂わせているわね。そう、地球外生命体の存在を裏付けるような大発見だったぜ。そんな小惑星リュウグウには、UFO が墜落した痕跡が残っているのだという。小惑星にわずかな生命の痕跡があることでも十分驚きなのに、UFO の話？そんな話、簡単には信じられそうにないわ。その痕跡を発見したのは台湾の UFO 研究家。リュウグウ表面の 3D モデルに、謎の細長い物体が映っていることを見つけたぜ。UFO の一部と言われたら、そう見えるかもだけど、もしこれが本物の UFO だったら、明らかに墜落しているわ。そう、誰がどう見ても墜落している。もしもこの UFO に乗っていたエイリアンが、宇宙の環境に適した生命体であれば心配はないが、我々地球人と同じような体の作りをしていた場合、リュウグウでの生存は難しいだろう。エイリアンの安否が気になるところね。この UFO の一部のような物体の正体として他にも考えられる説がある。実は地球外生命体は、宇宙の小惑星を丸々 UFO として活用しているという噂があるぜ。それはつまり、小惑星リュウグウ自体が UFO の可能性があるってこと？そうだぜ。小惑星の内部をくり抜いて、宇宙船に改造したんだ。リュウグウの大きさは800メートルほどと、宇宙船にするにはぴったりなサイズだしな。UFO の手頃なサイズ感なんて知らないんだけど？墜落した UFO のパーツに見える謎の物体は、露出してしまった UFO リュウグウのパーツの一部かもしれない。さらにハヤブサ2が持ち帰った生命の証拠というのも、UFO に乗っていたエイリアンのものかもしれないぜ。ハヤブサ2が、エイリアンの証拠を持ち帰ってきちゃったの？もちろんただ単に、岩や石が UFO の破片のように映ってしまった可能性もある。小惑星リュウグウの表面は岩でゴツゴツしているからな。その可能性しか考えられない、というか考えたくないけどね。
ちなみにハヤブサ2は、現在もなお他の小惑星の調査を続けているぜ。新たな UFO やエイリアンの新情報が舞い込んでくる日が楽しみだな。NASA も隠したがる宇宙のミステリー4つ目は、エイリアンからの連絡は受け取れるのか。我々地球人は電波を発したり受け取ったりすることで、宇宙の星について知ることができる。電波望遠鏡という巨大な望遠鏡の登場がそれを可能にさせたぜ。とてつもなく遠い場所にある星の姿も、電波望遠鏡を使えば確認できるのよね。もしも地球と同じような文明を持つエイリアンが存在するとしたら、同じように電波を発して、地球とコンタクトを取ってくるはずだ。しかし未だに、確実にエイリアンのものと断言できるような電波信号は見つかっていない。果たしてエイリアンからの連絡はあるのだろうか？まずはエイリアンの連絡はある、という前提のもと考えてみよう。と言っても、まだそれらしき連絡はないのよね？確実なものはないが、怪しい電波信号は過去にいくつか見つかっているぜ。1977年にアメリカオハイオ州の電波望遠鏡が検出した非常に大きく、非常に速い無線信号が有名だぜ。この信号を解析するにあたって、地球の技術が不足しているという可能性がある。つまり技術の進化によっては、信号を解析できるようになるかもしれないのね。それから、信号の受信のタイミングがずれているという可能性もある。受信のタイミング？宇宙から信号を受け取るには、電波望遠鏡を宇宙に向ける必要があるぜ。まあ、当たり前よね。仮にエイリアンが連絡を取ろうと、地球に向けて信号を送っていたとする。エイリアンが信号を発したタイミングで、電波望遠鏡が運悪く違う方向を向いていたのかもしれない。すれ違いが起こってしまっているわ。次に考えられるのは、まだその連絡が地球に届いていないということだ。電波望遠鏡が登場してからまだ100年も経っていない。例えば1000光年離れた場所の宇宙からエイリアンが信号を発していたとしよう。100年そこらじゃ、エイリアンの信号は届かないわ。タイミングだけじゃなく、距離の問題もあったのね。と、ここまでエイリアンが私たち地球人と連絡を取っているという前提で話をしてきたが、そもそもそんな連絡は存在していないのかもしれない。つまりエイリアン自体、存在しないって話？もちろんその可能性もある。宇宙にエイリアンがいなければ、そもそも連絡なんて存在しないぜ。だが、ここではひとまず宇宙のどこかにエイリアンがいると仮定しよう。そうしないと話が終わってしまうものね。その場合、エイリアンが地球を認識していない可能性を考慮する必要がある。どういうこと？エイリアンが地球の存在を知らない、もしくは、地球人の存在を認知しているが、特に連絡を取りたいと思っていないケースだ。あ、確かに。高度な文明を持ったエイリアンなら、同じような文明を持っている地球に対して、絶対連絡を取ってくるに違いないっていう、地球人のおごりみたいな部分が出てしまったわ。そうなんだぜ。しかし、何者かが連絡を発信してくれているという前提でなければ受け取れるものも受け取れないのも事実。それもそうね。プラスに考えていくとしましょう。余談だが、地球ももちろん宇宙に電波を飛ばしている。つまり逆に考えると、地球の電波を受け取ってくれているエイリアンがいるかもしれないってこと？そういうことになるぜ。計算上では地球から50光年以内の距離に、地球と同じような文明を持つ星があれば、地球から発せられる電波を受け取っている可能性は十分にあるぜ。地球からの電波に気づいたエイリアンが、返事を返してくれるといいわね。NASA も隠したがる宇宙のミステリー5つ目は、AI がエイリアンの痕跡を検出？近年ではチャット GPT をはじめとする、人工知能を使用したプログラムが急速な進化を遂げているぜ。もちろん天文学の分野でも AI が活用されているのだが、その中でも地球外生命体の捜索に使われていることを知っているだろうか？ AI がエイリアンを見つけようとしているの？ SF フィクションのようだわ。AI がエイリアンを見つけるというよりは、人間が AI を利用することでエイリアンの捜索に役立てるという感じだ。エイリアン探しの相棒って感じかしら？ AI はどうやってエイリアンを探すの？エイリアンが発したと思われる信号を探すんだ。きっと AI 自身が自ら考えた、なんかすごい方法で、エイリアンの信号を探すのね。いや、AI は自発的に思考することはできない。だから AI 自身が何か特別な方法を思いついたわけではないぜ。なんだ？その代わりに AI は、多くのデータから信号のパターンを認識する作業が大得意だ。この地球上にはたくさんの電波信号が飛んでいて、エイリアンからの信号が紛れている可能性がある。これらの信号は電波望遠鏡で検出することができるぜ。でも地球上に存在する電波信号って、エイリアンからのものだけじゃないでしょ？そうだな。Wi-Fi や衛星通信など、地球上にはいろいろな電波が飛んでいる。地球の人口と同じくらい、いやそれ以上の数が存在しているだろう。エイリアンからの信号を探すには、まずはそういったエイリアンとは関係のない電波信号を除外する必要があった。人力ではとてもじゃないけど、時間がかかって現実的じゃないわね。
そこで登場するのが AI だぜ。まず最初に行われたのは、AI の訓練だ。地球上に飛び交ういろいろな電波信号を AI に学習させて、検出できるようにする。次にその検出した信号が、地球上で一般的に存在する Wi-Fi などの電波かどうかを判断させる。ふむふむ。最初にいろいろな地球上の電波パターンを学習しているから、それを除外すれば、残った信号は地球上に存在し得ない、エイリアンからかもしれない信号ってことがわかるのね。そういうことだぜ。以上の訓練を経て、ウエストバージニア州のグリーンバンク電波望遠鏡の、150TB もの膨大なデータが AI で調査された。それで、怪しい信号は見つかったの？ああ、約2万個の怪しい信号が発見されたぜ。それらのデータは AI から人間にバトンタッチされ、手作業で精査が行われた。中でも特に8個の信号が、Wi-Fi 等の電波ではないということが判明したぜ。その8個の信号こそ、エイリアンのものかもしれない信号なのね。残念ながら結論から言うと、これらの信号はエイリアンの信号の可能性は低い。あら、そうなの？これら8個の信号は、Wi-Fi などの電波が干渉することによって起こったエラーによるものだった。まあ 150TB ものデータがあったら、エラーの一つや二つありそうだわ。ああ、それもエイリアンと見間違うほどの得意なエラーがな。しかし怪しい信号が検出できないからといって、エイリアンがいないというわけではないぜ。現在の地球の技術では検出できないほど弱い信号かもしれないし、そもそも使用する信号の形式が違っているのかもしれない。AI でエイリアンの信号を見つけるのは、一筋縄ではいかなそう。そう簡単にはいかないだろう。しかしこれでエイリアン探しにおいて、AI は十分活用できることが判明した。ポイントは全てを AI 任せにするのではなく、人間の存在も欠かせないということだぜ。人間と AI が手を組んでエイリアンからの痕跡を見つける日も、夢じゃないわね。以上、NASA も隠したがる宇宙のミステリー汚染をお送りしたぜ。こんなに長い時間信号や連絡がないのだから、エイリアンなんているわけないと思っていたんだけど、なんだかそうとは言い切れなくなってきたわね。まだまだ我々地球人は、宇宙と接触し始めたばかりということだぜ。近い将来、エイリアンとコンタクトを取るのが当たり前の世の中になるかもしれないな。他の宇宙のミステリーたちも、解き明かされる日が来るのかも。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。